みんなにカベさんを紹介するよ。このカメさんはね、日本石ガメという日本のカメで、ヌマガメ科の種類なんだ。住んでいるところは日本の本州、四国、九州、そしてその周辺の島々。大きさは体長が13センチから21センチぐらい。体重約180グラム。食べ物は昆虫やミミズや植物なんだよ。えっちらほっちら、うんしょうんしょ。カメさんは本当にゆっくり歩くんだね。このカメさん、かわいいね。ペットとして飼いたいくらい。うんしょ、どっこいしょ。僕は普通に歩いてるんだけどな。どこが遅いのかな。カメさんをよく見ると、足や頭の感じから爬虫類だってことがわかるよね。カメさんは爬虫類の中でも最も古くからいたんだ。まだ恐竜が生きていた時代からなんだよ。だけど、僕がそんな昔からずっと生きてるわけじゃないよ。僕はまだ若いんだからね。カメさんは背中とお腹が硬い甲羅で覆われていて、横のところでくっついているの。頭も尻尾も足もみんなこの甲羅の中に入っちゃうんだよ。僕らは泳ぎが得意なんだ。みんなに見せてあげられないのが残念だけど、スイスイって綺麗に泳げるんだよな。うん、どっちかっていうとよいしょ、歩くのは苦手だ僕。あ、それともう一つ、良い子のみんなに教えてあげなきゃ。そうだね、僕たちには歯がないの。でも貝も昆虫もしっかり食べられるんだよ。あれあれ、今度は別のカメさんだ。大きいな。恐竜に似ているよ。な、なんなんだあの大きい足は。鱗がはっきりしているよ。ぎょ、あれ足の爪？爪だよ、伸びてるよカメさん。これはね、インドホシガメっていうの。カメさんはね、長い時間水に入らなくても耐えられるように体が作られているんだよ。陸の上で乾いているとわからないけど、水に濡れるとほらこの通り、黄色やオレンジの部分が鮮やかに浮き出るでしょ。これはリクガメ科のカメさんで、インドやパキスタンやスリランカに住んでいるんだ。石ガメさんよりもっと歩くの遅いんだね。
わ、首だけ見ていればヘビみたいだ。よいしょ、しんどそうに見える？でもこれは普通なのよ。僕たちリクガメはヌマガメくんたちと違って泳ぎはあんまり得意じゃないんだ。でも歩くのは平気さ。お野菜もちゃんと食べなくちゃ。よいしょ、これ滑るわ。歯がなくてもこの舌を上手に使って。わあ、おいしい。時間はかかるけどしっかり食べるのよ、いつも。うまい、うまいよ。これはまた別のヌマガメの一種。カメさんは世界に200種類もいるんだよ。誰か褒めてよ。やっぱり歩いている時よりはるかに生き生きしているね。水を得た魚という言葉があるけど、水を得た亀も極端なほど元気だね。みんなの中にも歩くのは遅いけど水泳は得意っていう子いるんじゃない？誰でも一つ取り柄があればそれでいいのよ。ちゃんと散歩にも連れて行ってよね。さあ、クイズだよ。日本語ではカメだよね。じゃあ、英語ではなんていうのか知ってる？近所のみんなと考えてみよう。よし、じゃあヒントをあげよう。単語の最初の言葉は T になるよ。英語で書くと文字は全部で6つだよ。正解はそう、タートルって言うんだね。アルファベットでは TURTLE、 タートル、こう書くんだね。童話のウサギとカメに出てくるように、やっぱりカメさんは歩くの遅いね。でも愛嬌があってとっても可愛いよ。僕も飼いたくなっちゃった。